まあ、今日が最終日というふうにさせていただきました。今日今いるのは静岡県の浜松市ですね。今日は浜松市から伊豆方面、こちらから東の方に向かって、最終的には夜茨城に戻る予定でおります。今日も一日よろしくお願いいたします。本来であれば浜松で美味しいうなぎとかね、餃子とかを食べて帰りたかったんですが、さすがに今日中に日本一周を終了して茨城に戻らなくちゃならない。そこでね、やっぱり浜松で時間使うことができなかったんですね。それで途中の立ち寄るところでどっかでね、面白いとこ立ち寄りたいなと思ったら、ヤマハコミュニケーションプラザっていうのが磐田市にあったんですね。浜松から 16.7 キロで、まあ下道で30分ぐらいでした。だから非常に近いところがあって、車椅子用の駐車スペースも設置されておりました。ヤマハコミュニケーションプラザ。キーワードはね、やっぱりコミュニケーションだそうなんですよ。過去、現在、未来を解き明かすスペースとして、ヤマハ製品を愛するお客様だったり、取引先様だったり、社員、それが情報交換、交流をして、スキルを高め合うことがコンセプトとなってるらしいですね。やっぱこのね、ヤマハって言ったらもう僕にとってはやっぱりバイクの世界有名ですね。その他にもね、結構いろんなものがあるんですよ。やっぱりヤマハ発動機って言ったら、やっぱりレースマシンだとかね、四輪バギー、マリンスポーツなどもあるんです。そしてね、最近ではね、車椅子もあるんですよ。電動車椅子で、この横の勾配があってもバランスが取れる車椅子っていうのは結構有名なんですよ。結構使ってる人が多いですよね。結構話題になりました。本当にあのヤマハ発動機の挑戦の奇跡として、いろんな歴史などをね、この学んだりすることもできる場所です。最新技術なども展示されていて、やっぱりたくさんのバイクがねあるのが、やっぱりこれ見応えがありますよ。やっぱりバイク好き、乗り物好きにとってはやっぱりもうここ行きたいっていうふうに思いますよね。私の亡くなった父が乗っていたスクーターのベルーガっていうのもあったんですよ。これね、見たらね、ちょっと涙出てきそうになりましたね。よく親父が乗ってて、これはちょうど 50cc でしたけど、もっと大きいベルーガがあって、その後ろの椅子にね、座らせてもらって、子供の時にいろいろと、あちこちに連れて行ってもらったっていう懐かしい思い出があります。そしてここはバリアフリースポットになってますので、トイレなどもあって十分問題はありません。ぜひともね、このヤマハコミュニケーションプラザ、お立ち寄りいただきたいというふうに思います。ここでピンチが発生してしまうんです。それは障害者用駐車スペースに止めたんですが、自分のドアの横にね、車を止められてしまったんですよ。これ乗り込めなかったら茨城に帰れないだろうなって思ったんですね。そしたらね、なんとかちょっとのスペースがあったんで乗り込むことができました。東名高速袋井インターチェンジから、こっからどんどん東に向かっていくんですね。距離が長いんですよ。ヤマハのこのコミュニティプラザから伊豆の国パノラマパーク、ここに向かったんですね。2時間18分ですよ。147キロ東名高速道を通っていったんですが、もうここら辺ね、非常に長いんですよ。映像で見たらあっという間に着いてますよねって感じはするんですが、全然そんなことないです。やっぱり静岡って横に長いんですよね。御殿場あたりから浜松あたりまでってものすごく長い。本当に静岡か新潟でしょうね。やっぱりここの区間っていうのは本当に非常に、端から端までの区間というのはものすごく長い感じです。そしてようやく本当に2時間ぐらい走って伊豆の国パノラマパークに到着をしました。まあここはね、何があるかどうか分からなかったんですが、まあちょっとね、こういったなんか面白そうなところがどっかないかなって調べたら、まあ伊豆半島の結構近いところにあったんで、まあその伊豆半島の下田とかね、そんなところまで行くとやっぱりなかなか行けないんではないかという思いで、近いところを狙って行ってみたって感じですね。車椅子用の駐車スペースもありました。それでは伊豆の国パノラマパークに入ってみました。まだね、昼飯を食べてなかったので、どっかでね、お昼を食べたいなというふうに思ったんですね。これはね、1階と2階になってまして、これでパノラマパークからロープウェイに乗って山頂エリアに行くっていう形がやっぱりこの面白いところなんですね。このロープウェイに乗らなかったらやっぱり面白くないんではないかというふうに思いました。このパノラマカフェのところにたまたまカレーとかもね、あったんで、あ、カレーライス食べようと思ったら、本当になんか富士山の形をしたカレーライスみたいなのが出てきて、おびっくりしたなって感じでね、思いました。やっぱり日本一っていう旗までついてたんですよ。本当美味しかったですよ、このカレーライス。それでは今からロープウェイに乗って山頂の方に向かいます。1階のチケット売り場でチケットを購入して、エレベーターに乗って2階にやってきました。2階はロープウェイ乗り場となってます。ロープウェイは車椅子の幅が60センチ以内だったら乗ることができますよって言われたんで、
私ちょうど60センチギリギリだったんですね。だから大丈夫かどうかわからないなと思いながらも、まあ、2階に来てねちょうど乗せてもらいました。このおばちゃんがすごかったんですよ。私をウィリーみたいな形にしてスポンってね乗せたんです。しかも私重いじゃないですか。重いにもかかわらず一発でスポンって乗れたんですよ。それがすごかったです。30秒に1台の客車が出発するような感じでこのロペは山頂に向かって進んでいきます。見てわかるように本当にこのスペースがねギリギリなんですよ。でも身動きが取れないのはねちょっと危険かもしれないですね。やっぱりまあ車椅子が1台ギリギリ入るかなっていう感じです。そしてロープウェイは片道7分30秒かけて山頂駅の方に行きますけれども、これねこんなに速いわけじゃないですよ。これかなりの倍速でね8倍速ぐらいかけてるんでこのスピードになってます。これぐらい速かったら本当にびっくりしますよね。でも本当に長いんですよ。距離がね本当に全長 1800m あるわけですよね。だからすごい長いと思いますよ。乗車定員6名、標高は 452m も上がるんです。それで山麓駅の時には標高が 31m、 山頂駅で 442m ですからすごいと思います。特にこの最後のね最大傾斜が36度ですよ。この角度でガン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 ねケーブルカー並みにロープウェイが上がってくる姿っていうのは僕ね見かけたことがないですよ。本当にこの伊豆の国パノラマパークのロープウェイの長さ、そして急角度、それはすごかったもんでしたね。僕はね本当びっくりしたっていう感じがしました。山頂駅を降りて目の前にあるのが富士見テラスという展望場所です。空中公園っていう中の一角にある形ですね。でも一般の人はまあ、ハイキングとかしてね空中公園の奥の方の展望台まで行かれると思うんですが、残念ながら車椅子利用者ではそこまで行くのは難しいです。やっぱり富士見テラスがギリギリなところだと思いますね。でもこの富士見テラスからでも眺める景色はすごい綺麗です。駿河湾であったり富士山がくっきり見える。でもこの日ね見れなかったんですよ。これが非常に残念でしたね。またリベンジしてね見に行きたいなっていうふうに思ってます。それでここはお土産物屋さんとかもね充実しています。まあ帰りにねお土産何度買う、しかも特に富士山グッズ関係はやっぱりたくさんありましたね。やっぱり富士見テラスですからね、やっぱりそういったものをたくさん揃えてるんではないかというふうに思います。そしてここはバリアフリー対応になってますので、山頂駅のねところにも多目的トイレがあるんで、まあ山麓駅でトイレを行けなかったってもここで行けるので安心できると思います。それでは帰りのロープウェイに乗っていきたいというふうに思っています。山頂駅からロープウェイに乗って帰りはまたこれがね角度が36度ありますから、ジェットコースターで下に降りているような感覚ですら感じました。この伊豆長岡温泉の街並みであったり富士山、伊豆の国全体が見えるこのロケーション、これはねやっぱり帰りのロープウェイだからこそ楽しめる内容ではないかというふうに思います。伊豆の国パノラマパーク結構楽しめるんですね。山麓駅の方でもこの売店などもいろいろと充実してました。特に皆さんご存知のシーチキン、このシーチキンの缶詰の幅が広がってて、シーチキンの最高峰のシーチキントロっていうのもあったんですよ。これ美味しかったですよ。ぜひともねここで買っていただきたいなっていうふうに思います。そしてバリアフリー対応もしっかり整ってるので、やっぱり一度はこう来てみたいなっていうふうに思ってもらえるところではないかと思いました。ようやく日本一周27日間の旅も最終日、伊豆の国市から次に向かったのは東京駅の八重洲地下街ですね。ここまでだいたい130キロあるんですよ。2時間14分の旅ですね。これもたまたまね渋滞してなかったからいいですけども、渋滞してたらこれ3時間4時間かかったりするんですね。結構距離が遠いんだろうなっていう感じが改めてよくわかります。ついに来たのは銀座です。銀座の上って通るとこんな感じなんですよ。すごいネオンですごいきらびやかで、こんなところを車で通れるっていうのもなんか意外といい感じがしますよね。そして向かった先はこの北池袋方面に向かって、ちょうどねこの八重洲地下街っていうのは高速道路と直結してるんですね。これ皆さんご存知ですか？結構ここねなかなか気づかれないところなんですね。でもこの高速道路と直結していることによって東京駅へのアクセスがものすごくいいんです。これはすごく便利なところです。私はちょうど12月6日に母親の誕生日があったんです。ここをね日本一周してたので、どうしてもね
母親のためのプレゼントを買いたいなっていうふうに思って、この八重洲地下街にやってきました。八重洲地下街には駐車場はいくつかあります。車椅子利用の駐車場もありますので、結構混んでる日もあるんですが、意外と止められたりするんです。ただ駐車料金が意外と高いので、例えば新幹線を利用したりする場合はこの宿泊駐車も可能なんですが、これ割引いて5,000円なんですけれども、割引かなかったら9,000円とかかってしまうんですね。結構高いです。八重洲地下街は東京駅の下にあって、売り場面積は都内最大、国内2位なんです。そして私がおすすめしたいのはこの神田篠田寿司です。本店は淡路町にあって、稲荷とこのかんぴょう巻きめちゃめちゃ美味しいです。アドマチック天国に出演されたおひょいさんこと藤村俊二さん、これもう食通の方ですよね。その藤村俊二さんが美味しいって言った名店なんです。そして私は北村のバッグを購入して、あとは自宅にある茨城に戻るだけとなりました。八重洲地下街から東京駅の地上に出てきました。こんな感じでやっぱり賑わってるんですね。タクシーとかが右往左往してて、なかなか運転に慣れてない私のような田舎ドライバーにとっては非常にきついところですね。八重洲からこの茨城までの49キロ、これが最後のラストランとなりました。いやー長かったですね。本当に27日間の高速道路とかいろいろと乗ったこの経験は、私はもう一生忘れることのない旅になったなっていう感じがします。体が結構具合悪くなったことがほとんどでした。でもなんとかここまで車ですけれども行くことができたのは、私にとってすごい思い出となりました。本当に茨城に到着したのはなんか実感はなかったんですが、結構やっと27日間そんな感じで喜んでガッツポーズまでしてしまいました。そして母親には北村のバッグをプレゼントして喜んでいただけて本当に良かったです。そしてこのスマートドライブがあったからこそ旅が楽になりました。そして一番私が使ったアイテムはこの折りたたみのマジックハンドです。これが一番ね、いろんなところで大活躍したんです。これはね、旅の必需品になりました。そして走行距離は前半戦9日間が2293キロ、後半戦18日間が3256キロで、トータル5549キロとなりました。東日本編9日間、西日本編18日間、計27日間の日本一周旅行が終了いたしました。本当に充実した旅となりました。いろんな方との出会い、そしていろんなバリアフリーのところ、もちろん当然バリアフリーでなかった場所など、いろんなスポットをいろんな巡ることができました。ただこれでも完全に体はストレッチをしなければいけないような状況であるのと、あとやっぱりお尻の問題はまだちょっと懸念しています。今後ともよろしくお願いいたします。本当に長い間ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。